大阪に古墳がないってみんな言わはんでね、古墳は前方後円大きいのが3つあるんですよね。そのうちの一つがここ手塚山古墳でございまして、あるのは前から分かってたけど初めて来ました。確か何回の手塚山駅の近くやな、ここ。おそらくね、完全な、おお、目の前見えたわけです、ここに、これ入られへんのやろな。ここが何回ですよ、ここのパーキングを入れたね、近いなと思ったんやけど、一方通行で行かれんかって。はい、ちょっと見てみましょう。あら、上に石碑が立ってますね。ここは確か入れんかったんじゃないかな。私有地でございます。一応木は伐採してあるんやけどね。公園部ですね、これね。ちょっと回るだけ回ってみましょうかね。入れんな。これどっか湯屋入れんのかね、手塚山古墳。はい、鍵がかかってるね。どこ持ってあんの、住吉村常磐会、常磐会。全長120m。 あ、当時はね、 80m、 88m で記載が多いんやけどね。この大きいんですよ、 120m やったね、全長が。残念でございました、入れませんか。あ、こんなんかんだけどね、見られんか、全然見られませんか、これ。これよ。これどうよ、これ。これ。これ見た感じ。西山古墳やんか。ああ、なんかね、違うか。ああ、改変されてるね、こっちはな。はいはい。入りませんでした。残念でございました。周り回ってみようか。村の持ち物かい。じゃあ、こっちから回ってみようか。ああ、全体どうも見られへんね、これ。どっか、高台どっかないかね。ここ一番高さよ。残念やね。ここは見れるけどね。こっち回ってみようか。建物でございます。建物やな、ここね。残念でございます。ここもう住宅地やからね。これ昔は何にもなかったんだけどね、これね。お、入れるぞ、これ。あれ見られへんか。そこ見れんだけどね。そこ見れんだけど入られへんな。ちょっと全体像がね、見えたらいいんだけどね。家が建ってるから。あ、行かれへんのか、そこ。これがどの辺なのかわからへんし。これわからん。ダメ、残念。残念。ここ行けんの、これ。残念でございました。見えないか。ちょっと伐採した後は見えんだけどね。伐採した後は見えんだけどね。残念これね。ほう、ここから見えんだけどね。何
周りは住宅街でございますからね。こんな住宅街です。道は狭いしね。いやー見られへん、ここから見えか。やっぱりあれか、航空写真で呼ぶぐらいの見直しはないんかいね。それでは味がないしな。手塚屋の2丁目全く見えません。もうだいぶ下がってきたね、こっちな。ここやけどね。おお、見える見える、ここで見えるけど残念やね。ちらちらと見えるだけやわ。これそうやけどね。見ることできなかった。メディア、メディケア、手塚山。これ上がってきたかな。あ、これ上がってきたな。こうしたら見られんね、これは。残念やね。ここずっと上がってきましたからね。あ、ここだけや。全く見えなかったですわ。この狭い道に走ってくるのは高級車ばっかりじゃないかい。ここやろ。残念、見られんかったね、全然。残念でございました。全然見られませんでしたわ。ちらっと見えただけでございました。仕方ないか、ここから一番もらっとくか。はい、一瞬回ったけど、ほとんど見ることできませんでしたわ。残念でございました。